レビン GT アペックス AE86 名前こそ違うが中身はトレノと変わらない。っていうかまるっきり同じ車だと言っていいだろう。箱型のヘッドライトを装着した顔だけが違っていて、高回転型のエンジン 4AG や思いのままにコントロールできるハンドリングも全く一緒だ。それのもそうだが、このクラスとしては当時珍しい四輪ディスクブレーキを採用していて、高速域からのブレーキングが抜群に安定した。スリードアハッチバックのデザインは当時めちゃくちゃかっこよくて憧れの一台だったよ。秋山渡のレビンはターボチューンをしていて恐ろしく速いんだろうけど、もともと軽量な86にターボをつけたら波の腕じゃコントロールできないジャジャ馬になってるからな。